One thing that is immediately apparent about The Evil Within is that it has a very distinctive look that becomes even more so the further you play. So we had to take the opportunity to talk to the man behind the game's visual design, Naoki Katakai, The Evil Within's art director. Thank you so much for your time. Thank you. Um, so when you started out on the project, um, どういうふうに言うか久しぶりのホラ,ー映画ホラーゲームを作ることになってたのでちょっと久しぶりにホラー本格的なホラーを目指そうと思ってたくさんのゲ,ゲームというかゲームとか映画とかをちょっと一回全部頭の中で整理したんですけどその時に、まあ、一つのキーワードとなったのがちょっと昔の ホラーのテイストというかあのゴシックホラーというかゴシックホラーとかあと80年代のアメリカの映画に出てくるような雰囲気の舞台とかまあ、ビジュアル方向だったりとかそういうのをちょっとまず一番最初に思い浮かべました。So you mean the, the kind of な kind of、um, ので、ビジュアルの映像的なクオリティを言うともちろんそうで画面がちょっとノイズいで、えー、高品質すぎないっていうのはやっぱりホラーを作るときのポイントの一つでやっぱりちょっとうん汚れてるフィルムとしてもちょっと劣化してる。 とかそういうのがやっぱホラーとしてはきれいすぎないっていう点でうんあのスクリーン的なエフェクトとしてもすごいあの効果的ですごい人を不安にさせる。いや、I think insecurity really, really well describes the, 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 the feeling you get while playing the game.But also not just from the visuals, but because things change.You know, you're suddenly in different parts in time. 一番気をつけたのは新しく飛んだ場所というのは今まで見たことがないというか経験したことがない空間というのをあえて あの唐突に出すっていうのもそのいう点では狙っててそういう点でその不安と期待とまたドッキリと飽きさせないかつその常に自分はどこにいるんだろうっていうか。Um, you know, obviously as, as interesting as the locations are there's the creatures that are inhabiting it that really really you know can kind of like wow、um, with with just the basic haunted のはやっぱりすごいそういう点では重要でどうやって敵になったのかどういう経緯を持ってあのビジュアルになったのか何が起こってあれになってるかっていうのが非常にコンセプトとして重要だからやっぱりその変あの状態になるまでの ビジュアル設定だったり、まあ、人物像だったりっていうのは多少はあの決めて最初から決めてでそこから、まあ、どういうふうに変化するのかっていう流れになるんでそこをまあた作るのがまあ結構キャラクターメイクでは楽しいところっていうかはその破壊された顔なり外見なりっていうのを見てうわ気持ち悪いうわ怖い So because you have you know all these haunted, all these you know other creatures that are obviously horrific, terrifying, and just maybe want to run the other direction, but your ultimate enemy is Ruven. So how do you make him scarier than all the rest, even though he's more like an actual human than anything else you're gonna encounter in the game? 一線を隠す存在で他の敵っていうのは結構、まあ、肉体を持ち、まあ、さっきも言ったけど大きな体で肉体的に攻撃してくるすごいパワフルな攻撃をしてくるもう本当に存在としての、えー、恐怖が、まあ、分かりやすいんだけどもルビックはそれと対比的で非常に精神的な存在見た目がそんなに強いわけでもないしあの何か攻撃を仕掛けてくるような存在でもないと思う。 彼は非常に日本でいうとそのこの男がどういう攻撃をしてくるというかどういう存在であのどういうあい移動方法だったりそのまあ立ち振る舞いだったりっていうのが非常に分からないそこの精神的不安要素っていうのをすごい。 That's still to given I don't want to say miserable, but given how sort of dark and you know it's all these visuals are designed to disturb. I mean what's it like sort of working with them for so many years on this game? Do you kind of want to go home and just look at pictures of kittens or Hawaii? <laughs> I'm curious what it's like to work on something like this for so long. <laughs> これはちょっっと怖いっていてう,うわー見たくないっていうのがあったんだけど最近ちょっとあまりにも映画とかを見過ぎてその辺の人の怖い,怖いも,のをものを見てそのあ怖いっていうふうに思う感覚というかだんだんちょっと薄れてきてるのが僕の,そのホラーゲームの開発者としてはすごくマイナスになってて人が何で怖がるんだろう っっっててていいうのがちょっと感覚的には分からないなってきてるそのくらい見てるのですごい仕事はすごい楽しいし怖がらせるのも大好きだけどもうちょっと自分で怖がりたいなっていうのはある。